にちは、ポポコロチャンネルです。今回の動画は以前道の駅で声をかけてくれた方と初めて一緒にオートキャンプ場に車中泊することになりました。その方もジムニーでトレーラーを牽引しています。ブラストトレイルというトレーラーです。もちろん牽引免許は不要です。とってもかっこいいので紹介します。トレーラーを検討されている方々の参考になればいいなと思います。来た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 、どこに置くかな、行こうか、行く、そうだ、ここだよ。おはようございます。おはようございます。はじめまして。はじめまして。大丈夫ですか？いやいや、いやいや、ちょうどですよ、ちょうどですよ。かわいい、かわいい、後ろ、なん、おそろい。結構な、何を確かに言われたらそうやなそうなんだって思ってるかな、だから、あえても同じように出ろうかなって一瞬思ったんですけど、細江さんも、ね、こだわってますよね。いつから？去年ぐらい来たとでしょ。かっこいい。ドバナットとかのもん、どこで寝るんですか？興味津々で、興味津々で、もう後ろからドバナットってやろうって。これ何がドバンしたら子がないよってやろうって。そう、ドバンたとんどってやろうとかね。これどっからがどこまでがワンセットなんですか？ワンセットなんか継ぎ足したとかなと思って、まあ、そうずっと継ぎ足してますよね、言ってみれば。あ、まあ、本来はあのこれ全部引き上げてしまうとよくわかるんで。あ、あ、どこ、あ、なんかいっぱい荷物の入ってよかですよね。めっちゃ すっごい荷物が撮影意識してるわけじゃないですけどね。ほらほらほら、ママほら、なんかほら、こうやって巻き上げて、巻きぐるぐるって巻き上げてね、あのポップアップなんかあれと一緒ね。ああ、テントのね、テントの。これ上司もう上着もお揃いじゃないんですか？これは上着もお揃いじゃないんですかって。上着？あ、まだあった？まだありますね。どっち？何泊ですかって。引っ越しですか？引っ越しですか？すごい。これもともとトレーラーって何キロなんですか？トレーラー小さいです。これ自体？これ自体は180キロ。で200キロの積載量があるんで、マックスでも380キロ。一人やったらロマンスですか？これ一人やったらなかなか技は使わない。はい、そんなに、うん、なんか気がしますか？一緒かな。いや、でも簡単に降りるね。えタイヤ基本的には一緒、基本一緒ですね。がっつりですね。お手前に行ったので、うん、ちょっとで別で、すっごいマジックテープよ。マジックテープのね、幅がね、あ、ほんとね、広い。4センチぐらいあるよ。そうね、指幅が広いんで、またでこう、こうしてばまですね。そうよね、うん、なるほど。下に戻る。あ、なんだこれは。で、うわ、おー、これなんだこの絵。なんか今テント建てました。はあ、なんかやりました今。ほんと普通にこうだって、マットふわふわ大事やもん。もうこれ大事。もうこういうのないともう腰の糸をしてもうたまったもんね。
それで普通テントバスしたらこのマットだけたい、めっちゃ痛いやん、寝袋とマットで。痛い、痛い、はい、うわ、ほら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 、あら、作ったんですか、ぴったり、ぴったり、ぴったりフィット、ほんと買ったって、たまたま同じサイズ、まあ、こういう、たぶん身長的に似てるかなと思って、あー、もうおしゃれ、おしゃれ、ここだけで、カフェや、カフェ、うん、もう、カフェ、コーヒーカフェ、全然なんか快適、マットが、マットが厚い、ね、うん、全然痛くない、これ痛くない、いや全然、あ、痛くない、全然痛くない、サンドイッチ、あ、サンドイッチ、うん、と別に、あ、別に、はい、おお、横から見たら、おお、おお、あ、押し込み係。全部収納、三人がかり、そのまま下ろせばガチャッと、この動画の詳細は次回動画で。ご視聴ありがとうございました。